皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャージの三好昭久です。今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2023年2月12日の日曜日です。聖書の箇所は旧約聖書サムエル記第1、12章1節から15節。タイトルはサムエルの国別説教、誠の王を恐れなさいです。私たちがこの信仰生活のこの基本に忠実にこのリーダーシップを取っていくことができる、そのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。サムエル記第1、12章1節から15節。サムエルは全イスラエルに言った。見よ、あなた方が私に言ったことを、私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に王を立てた。今、見なさい。王はあなた方の先に立って歩んでいる。私は年を取り、髪も白くなった。そして、私の息子たちは、あなた方と共にいる。私は若い時から今日まで、あなた方の先に立って歩んできた。さあ今、主と主に油注がれた者の前で、私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか。誰かのロバを取っただろうか。誰かを虐げ、誰かを打ち叩いただろうか。誰かの手から賄賂を受け取って自分の目をくらましただろうか。もしそうなら、あなた方にお返しする。彼らは言った。あなたは私たちを虐げたことも、踏みにじったことも、人の手から何かを取ったこともありません。サムエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては、今日、あなた方の間で、主が証人であり、主に油注がれた者が証人である。そこである人が、証人は、と言うと、サムエルは、主である、モーセとアロンを立てて、あなた方の先祖をエジプトの地から登らせた方である、と民に告げた。さあ、立ちなさい。私は主があなた方と、あなた方の先祖に行われたすべての正義の御業を、主の前であなた方に解き明かそう。ヤコブがエジプトに行ったとき、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わし、彼らはあなた方の先祖をエジプトから導き出し、この場所に住まわせた。しかし、先祖たちは自分たちの神、主を忘れたので、主は彼らをハツォルの軍の長、シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで先祖たちは彼らと戦うことになったのだ。先祖たちは主に叫んで、私たちは主を捨て、バールやアシュタロテの神々に仕えて罪を犯しました。今、私たちがあなたに仕えるため、敵の手から救い出してください、と言った。すると主は、エルバールとバラクとエフタとサムエルを使わし、あなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった。それで、あなた方は安らかに住んだのだ。しかし、アンモン人の王ナハシュがあなた方に向かって来るのを見たとき、あなた方の神、主があなた方の王であるのに、いや、王が私たちを治めるのだ、と私に言った。今、見なさい。あなた方が求め、選んだ王だ。見なさい。主はあなた方の上に王を置かれた。もし、あなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、
主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王も自分たちの神、主の後に従うなら、それでよい。しかし、もしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手があなた方とあなた方の先祖の上に下る。私たちはこの英語を中学校からこの勉強しました。最近はですね、このもう小学校の時から勉強したり、もう幼稚園からバイリンガの幼稚園に行ったりですね、いろんな機会があると思うんですけど、私の場合はですね、この本当に中学に入って、そして初めてこう英語を勉強して、そしてラジオを聞いたりとかしてですね、勉強したんですけど、やがてですね、このアメリカに行って留学した時に、この英語をこう日常的に使う時にですね、重要なことに気づいたんですね。それは何かというと、中学の時に勉強したですね、語文系というのがありましてですね、この SV から始まる、この主語動詞っていうから始まるですね、 SV、SVC、SVO、SVOO、SVOC ってですね、このもうがネイティブの人から聞いたら、なんじゃそれはっていうようなことかもしれないですけど、でも我々ですね、この英語を、この母国語じゃない人からするとですね、英語を話した時に、この日本人がですね、この話す時に、なんで英語が通じにくいのかっていうと、この主語動詞っていうのが最初にやらないので、日本人は、日本語はですね、主語の後この目的語が来てから最後に動詞なので、もうその文法の 頭がですね、ひっくり返ってないとですね、こういくら話してもですね、上手に伝わらないっていうことがあるんだってことを僕は発見したんですよね。でその時に本当にこの中学校で習ったこの基本的なこの英語っていうかですね、それも文法ですよね。本当に地味なこの SV から始まる主語動詞、でこれがですね、非常にこの重要だっていうことを発見して、それをやるとですね、発音が少々間違っていようが何だろうがですね、こんな、なんとコミュニケーションがですね、非常にこうできる。で私たちはですね、このイエス・キリストを信じる信仰っていう時にも、実はこの基本がですね、ずれていると世界観が違うので、私たちが生きている世界観と、この世の中の人が生きている世界観が違うので、私たちがですね、この神様の前にこの生きていこうとするときに、この聖書的なこの世界観によって、基本をしっかり忠実にやらないとですね、私たちは知らない間にこのずれていくっていうことが起こってくるんじゃないかと思うんです。で、実は今日のテキストを読んでいくとですね、こういうふうに書いてるんですよね。12章の一節に、サムエルは全イスラエルに言った。見よ、あなた方が私に言ったことを、私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に王を立てた。今見なさい、王はあなた方の先に立って歩んでいる。私は年を取り、髪も白くなった。そして私の息子たちはあなた方が共にいる。私は若い時から今日まで、あなた方の先に立って歩んできたって書いてるんです。でここでですね、確かにサムエルの息子たちはいるんだけれども、リーダーシップはですね、このサウル王にも移行してるわけですよね。しかもそのサウル王に移行していくプロセスは、サムエルが今まで取ってきたリーダーシップのあり方から、この世俗っていうかですね、周りの民と同じようにやりたいっていうですね、その民の要望に応えたものなので、この大きくですね、こうシフトしていこうとしてるわけです。でその時に、このサムエルは自分は今までどういうふうに生きてきたのかということを、この人々に言うことによってですね、この基本的な、その主の前に忠実なリーダーシップっていうのは、基本はどういうことなのかということをですね、私たちに教えてくれているように見える。で、その第一番目は何かっていうとですね、ここに書いている3節に、さあ今主に油注がれた者の前で私を訴えなさいって言ってるんです。で何を言ってるかっていうと、私はあなた方のものを取ったことはありません、あなた方をですね、この虐げたこともありません、つまり自分が権力を利用してですね、自分の利益を求めたことは一度だってない、こういうふうに言っているわけです。で私たちはですね、このことがこの、リーダーシップに求められる、言ったらですね、当たり前やろって話かもしれないですけれども、最低限のですね、この要素っていうかですね、基本の基本ですよね。多くの場合ですね、このリーダーシップを取った時に権力が与えられ、その権力を用いることによってリーダーシップを発揮するってことがあるわけなんですけれども、しかしそれはあくまでも道具なんです、なんだけれども、実はその道具に足を取られて、そして権力を使って自分の利益を求めるっていう、そういうことがですね、この多くの場合見られるわけなんですよね。で
ですから私たちはここで、まあ、サムエルが自分自身が民に対して取ってきた預言者としてのこの霊的なリーダーシップのまず最初に言うことは、宗教的なこの権威とかですね、そんなことの前に自分はあなた方を搾取しなかった、あなた方から権力を利用してあなた方を虐げたり賄賂を取ったりしなかったんだということがですね、まずもって言われているってことなんです。で、私たちもですね、この教会の働きだろうが世俗の働きだろうが、もし神様の前にこの忠実なリーダーシップを取ろうと思った時に、このことがですねまず大事なんですよね。これがあるとですね、全部ひっくり返っていくっていうか、最後にバレてねそれでこの とんでもないことになるっていうことがですね、至るところで見られているわけですよね。有名な伝道者もですね、死んだ後ですね訴えられて、そしてもう全部パンになってしまったっていうことがつい最近ありましたよね。ですから私たちはここでサムエルが言っていることですよね。むさぼりからの解放ですよね。権力を使ってこのむさぼる、神様に期待していれば別にそんなことをする必要がないんだけれども、自分はこんな頑張ってるんだからって言ってですね、心に隙が生まれたらですね、ついこれぐらいいいだろうっていうですね、そういうもしかしたらこの心に隙が起こって、やってしまう、まあそういうこともある可能性がありますから、いつでも私たちはこの無意識に持っている自分が自分の力で頑張ってしまっている権力をついですね、自分のご褒美のために使ってしまうという、それを避けなければならないわけですね。私もですね、この牧師をやっても結構長くなるんですけれども、この日曜日にはですね、やっぱりですね、多くのストレスを抱えますよね。だから日曜日の夜にはね、アイスクリームを食べます。自分のご褒美でね、うちの奥さんと一緒にコンビニに行って、今日はどれにするとかね、24時間のスーパーに行ってね、好きなもん、お前も好きなもん食べろとか、100円くらいのご褒美で、でもそれは何を見せるかっていうとですね、本当に感謝、自分の力で頑張っている自分、本当はね、自分で頑張ってるって言いたい自分って必ずどっかにあるわけですよね。で、それをアイスクリームでもう報いてあげるっていうですね。で、まあそういうこともですね、知恵なんじゃないかなと思うんですけど。ですから私たちはリーダーシップは貪らない。権力を使って自分の利益を追求しない。これはまず第一番目ですね。第二番目は何かっていうと、第二番目はですね、ここに5節にこう書いてるんですね。サムエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も見出さなかったことについて、今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれた者が証人である。そこである人は、証人 はというと、サムエルは主であるっていうんですよ。神様が証人なんだ。で、その後何を言うかっていうと、主がイスラエルの民に対してどのような素晴らしい御業を成してきたか。7節に、さあ立ちなさい、私は主があなた方とあなた方の先祖に行われた全ての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそうと言ってですね、この言うんです。で、この神様の御業の中に最終的にはですね、この自分も入れるんです。11節に、すると主はエルバールとバラクとエフタとサムエルを使わし、あなた方を主の敵から救い出してくださったって書いてるんです。つまりですね、サムエルは神様の大きな物語の中に自分自身を位置づけているんですよ。神様がですね、成してくださった素晴らしい御業の中に自分自身を位置づけてて、この自分の計画とか自分の考えとかですね、そういうもんじゃないと。神様の物語の中に私はいるんだっていうことを言ってる。で、ですから私たちはですね、このリーダーシップを取っていくときに、主の大きな物語の中に、まあ、宣教の物語というかですね、このもう創造から再創造までちょっとスケールの大きな話かもしれないけども、その大きな物語の中に自分は神様にここに今置かれて、そして今このリーダーシップを取らせていただいているという、そういう思いが必要になってくるんじゃないかと思うんですよね。どんな組織もですね、創立何十周年ってやるわけですよね。いや、あれやりすぎるとですね、そこで成長止まりますよね。そうじゃなくて、永遠の時間で創造から再創造までの主の大きな物語の中で自分は神様の御業を与えられている。で、そのことをですね、リーダーシップの基本としてですね、この覚える必要があると思うんです。そして最後にはですね、何と言ってもですね、この12節に書いているように、しかしアンモン人の王ハナシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや、王が私を治めるのだと言ったって書いててですね、この人々はこのこれからどうなっていくのかという時にですね、人間の王様を選んだんだ。だけど彼は何て言うかっていうと、あくまでも主の御言葉に聞き従いなさいって言ってですね、未来、人々の未来を主の御手に委ねるんです。で、これは自分自身も
神様ではないので、人々は確かに王を選んだかもしれないけど、人間の王を選んだかもしれないけれども、しかし従うべきは主であって王ではない、主の御声に聞き従いなさいと言ってですね、そして彼らの未来をこの人々主の御手に委ねるんです。でこれはリバイバルですよね。この霊的な刷新がこの後ですね、いろんな問題はあるけれども、時々神様が望んでですね、この旧約聖書を読んでいくと霊的刷新が起こって、そのクライマックスがイエス・キリストですよね。イエス様の十字架の死によってですね、私たちはこの主の御声に聞き従う民として生きることができる。いつでもそこに立ち返って生きることができる。だからリーダーシップはですね、この福音に生き、その福音を伝え、その福音に期待して、その福音を信じるときに、人々は主の御手によって新しく作り変えられていくんだ。そのことをこの覚えていくということが重要ですね。でその時に私たちは自分が支配しない。主の御手に委ねていく、負のリーダーシップを持つことができる。で、そのことをぜひ覚えていきたいと思います。いかがでしょうか。私たちが神様の前に忠実にリーダーシップを取っていくとき、私たちは人々を貪らない、そして主の大きな物語に自分を位置づける、そしてあくまでも福音に期待してこの福音に生きる。でそのことをですね、ぜひ覚えながら今日も今週もですね、神様が与えてくださるそれぞれの働きに使わされていきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちが主イエスキリストを信じてあなたの子供とされた時から、本当にあなたは私たち一人一人をあなたの働きのためにこの世界で用いようとしておられます。その時本当に私たちが自分で与えられた立場権力を使って自分を喜ばせるのではなく、人々に仕えることができるように、そして自分や組織の小さな物語ではなく、あなたの大きな物語に自分を位置づけることができるように、そして私たちが人間的な力ではなく、あなたの福音主イエスキリストの十字架の恵みによって、いつも霊的に私が刷新されることができる、そのことを信じて人々をあなたの御手に委ねていくことができるように、神様どうぞ私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。